では改めまして、はい、皆様おはようございます。おはようございます。本日は、最近のここ数ヶ月始めてます YouTube の方でシミチューズ、はいはい、撮影していただいてて、でその中で好評でしたあのデンハムのクロスバッグのご説明をぜひしていただきたいなと思って、はい、させていただきます。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。では早速そのデンハム好評ではありますが、その好評なクロスバッグと一応ジャパンモデルのことについてなどちょっとお話しさせていただけたらなと思っております。はい、はいはい、お願いします。はい、まずクロスバッグについてなんですが、デンハムでもすごいオタクデニムと言われるほどのかなりのこだわりの詰まった一本となっております、はい、しかもこのクロスバッグというデニムはデンハムにしか作れないとも言われてまして、そのちょっとこだわりのポイントを今回ちょっとご紹介したいなと思っております、はいはい、お願いします、はい、まずはやっぱりこの見た目にもすぐ分かるクロスバッグデザイン、これは一応ダンガリー の作業服をイメージして、もうオーバーオールですね、オーバーオールの作業服をイメージしてまず作られております、はい、でもこれがちょっと気になるって方もいらっしゃるんですが、これはちゃんと T シャツが綺麗に隠れる位置についていることによって、このクロスデザインも一応もし苦手な方も気にならない仕様になっております。はい、そしてですね、まずじゃあ後ろからいきますか、はい、ポケットポケット、はい、セブンポケットデニムといって、手のひらに合わせてこの七角形が作られているんですよね。なのでこう手のひらが入った時にもすごい馴染みがいいって言うんですかね、こう入れやすいような設計になっております。はい、そして、うんうん、デンハムならでは膝のステッチ、これももう何でしょう、こう二重にステッチされてるんですよね。なので本当にクオリティの高いステッチになっております。ありがとうございます。そしてそして後ろのボタンなんですけど、ボタン、これがあのボックスボタンホールといって、テラーリング技術っていうんですけど、の硬いものをあの縫うときに使われる言葉で、その技術がすごいデンハムが得意なんですよね。なのであ、ハートたくさんありがとうございます。なのでこのボックスボタンホールっていうのがなかなかデニムにはついていないと思うんですけれども、それが2箇所についております。またこれも存在感のあるあのボタンで、ちょっとこうこだわりのポイントです。そしてですね、さらに表に行きますと、ここがドロップヨークっていうんですけど、ちょっと見えますかね、ここにこの何でしょう、カックンカックンがあると思うんですけど、はい、そうなんです。これがあのドロップヨークといいまして、ここのウエストの、あの何でしょう、ピッタスコ、フィット感を出してくれる、ね、ここが、はい、このカクッとが、カクッとが、ありがとうございます。カクッと、カクッとがフィット感につながる。そしてあとさらに強度も強いので、はい、このあたりのそれこそこうスレ感とかあったとしても、はい、履き込んでいくとね、はい、そうですね、はい、ここもこう丈夫な仕様になっております。そして、はい、すごいやっぱりこのデンハムのあのできないと言われている、デンハムにしかできないと言われているその構造なんですが、構造です、はい、この足のシルエットなんですよね。シルエットはキャロットフィットと言われているんですが、この足のところに入っているダーツ、こことここに入っているんですけれども、普通デニムって2枚の布を重ねて作られるんですけれども、うん、かっこいい、ありがとうございます。かっこいいですよね、クロスバッグ。で2枚の布で作られているところ、うん、前半は1枚の布で作られております。すごい、はい、なので横にここ縫い目がなくなっているんですよね。でその構造の理由といいますのが、ここの足首、膝から下のシルエットが長年綺麗なこの立体的なシルエットが長年継続するように作られているんです。長年なので本当にこうデニム好きにはたまらないと言われるこのキャロットシルエットのシルエットが本当に長く綺麗に履き続けられることのできるデニムとなっています。はい、長く履き続けるからこそシルエットにこだわった一本、はい、
がね、またね、やっぱりね、ゲンハムならではでもありますし、はい、クロスバッグのまた良さ、いや、本当そうですね、ありますかね、はい、本当履いていただくと、そのサイズ感によって、ちょっとこう、すっきり履きたい方も、クロスバッグらしく、ちょっとダボっと履きたい方も、さまざまいらっしゃるんですが、本当、お好みで、あの、履いていただける、はい、はい、本当にそうです、男性が履いていただくと本当かっこいいですし、女性にもねファンの方いらっしゃいますよね、はい、はい、女性も履いてくださってます、ちょっとかっこよく履きたい時に、はい、おすすめの一本でございます、はい、ございます、ありがとうございます、本当その趣味チューブの方でも好評でして足を運んでいただいた皆様もありがとうございます、はい、ありがとうございます、またこのシリーズ、今こちらにずらりとご用意しているシリーズ、はい、ジャパンモデルとなっておりますね、赤いパッチと刺繍がポイントでございます、はい、クロスバッグ以外にも、ね、こうシルエットは様々ございまして、また、YouTube やライブ、Instagram でね、いろいろご紹介させていただきたいかと思いますので、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ぜひ皆様あのそれぞれのフォローもよろしくお願いいたします、はい、はい、少しだけちょっとジャパンのお話、ほんの少しだけ、少しだけ、はい、はい、お時間ください、はい、いただきます、はい、ジャパンモデルっていうのは一応全て赤いパッチで作られてるんですけれども、全てがメイドイン小島になっております、岡山メイドイン小島です、メイドイン小島あ、ありがとうございます、ありがとうございます、もう本当岡山デニムですよね、やっぱり、ね、そうですね、やっぱり日本ではやっぱりそうです、デンハムの中でもジャパンデニムっていうのはあの一番の最高傑作、最高峰のデニムとも言われてまして、うん、本当に素晴らしいものとなっております、はい、でこれですね、あ、そうですね、それシリアルナンバーがついています、ジャパンモデルは、ちなみにこれは450本中の15です何かに15にゆかりある方これもねそれぞれまたついてます、はい、そこもちょっと楽しみの一つにもなりますし、はい、サイズによってもねまたもちろん違ってきますので、はい、そこもぜひ楽しみながらいろいろご試着ご提案させていただきますので、はい、ぜひ本日も店頭まで遊びに、はい、いらしてください、ぜひぜひお待ちしております、お待ちしております、本日もご視聴ありがとうございますありがとうございます、失礼いたします、失礼いたします。